ラビチャンネル、ミンミンツアー。東京、うまうま散歩。どうもこんばんは、ミンミンツアー広報の顔色葵です。マスコットのミンミンです。さあ、今回から始まった東京うまうま散歩、なんだいその企画は。東京を中心にぜひおすすめしたいレストランやカフェなど、美味しいグルメを紹介する企画なんです。これまで取材したお店の中からとっておきのお店を紹介。うわー、楽しみ。葵さん、今日は何だい？今日はね、ペルー料理。ペルー料理？全然知らない。美味しいんだよ。これを機にぜひ知ってもらいたいペルー料理、どうぞ。南米ペルー。ペルーの世界的な観光スポットは多数。マチュピチュやナスカの地上絵、それにシカ過去や、最近はカラフルな色合いで人気のレインボーマウンテンも。一度は行ってみたい場所がたくさんある。実はペルーには様々な原種があるんだ。アンデス山脈は様々な野菜や植物の原種の宝庫。トウモロコシやトマト、ジャガイモなどアンデスが原産なんだ。だから市場では新鮮な野菜がいっぱい。南北に長いペルーは地球の気候のうち8割を有していて、地域によってさまざまな料理があるんだ。こちらはペルーの家庭料理、モモサブタロ。牛肉と野菜をペルーの醤油で炒めたもので、ご家庭でもレストランでもよく食べられるもの。食材にこだわりを持ちグルメな人も多いんだって。そんなグルメ大国ペルーの美味しい料理を日本でも食べられる。ミシュランガイド東京でビブグルマンを獲得している新井商店。商店と名前がつきますが、ここはペルー料理のレストラン。新橋駅から徒歩10分、行ってきたよ、新井商店。さあ、それでは中へ。こじんまりとした可愛い店内に早速テンションが上がります。ペルーのビールの取り揃えも豊富。種類がたくさんあるから、いろいろ選べるのがいい感じです。こちらを切り盛りするのは、オーナーシェフの新井隆人さん。ペルー各地で修行をし、孤児院で給食を供給していた経験もある調理人。日本のペルー料理のパイオニア的存在で、ペルー料理のレシピ本も書いています。うわぁ、美味しそう。新井商店のディナーにはメニューがなく、好みや予算を伝えてオリジナルの料理を作るコース料理のみ。なんとメニューがないんです。ペルー料理を知らない人にはちょっと難しいのではと聞いてみると、料理名を言わなくても大丈夫、好みと予算を聞いて合うように作っているとのことで、ご安心を。新井さんは予約した来店者が何を食べたのかをすべて記録。前回の料理とダブらないように、またはあの時と同じものを、などいろんな要望に対応するためなのだとか。これは予約のノート、その時何を食べたか細かく記しています。これはすごい、なんだか安心できます。新井商店の人気メニューをちょっと紹介。こちらはペルーの代表料理、ロモサルタド。牛ヒレ肉と玉ねぎやトマト、フライドポテトを合わせたボリュームのある一品。こちらは米料理のタクタクでマリスコスと白身魚のセビーチェ。ペルーはお米を使った料理も多いんだって。では好みをリクエストしてみたよ。リクエストはエビを使った料理。すると新井さんが勧めてくれたのはシュペデカマロネスというエビのスープ。いい匂いがしてきた。これは美味しそう。
出来上がり。要するだけです。シュペで何をしていますね。出来上がり。さあ、こちらがリクエストしたシュペでカマロネス。その雄姿をご覧ください。運ばれてきたスープは予想を超える大きさ。大きなエビが6尾も入っとる。濃厚なエビの風味がまたびっくり。これはうまい。うますぎるぜ。さあ、もっと気軽に楽しみたいならランチやテイクアウトがおすすめ。ランチは日替わりで2種類。テイクアウトしてみた。ランチボックスのイラストは新井さんの手書き。なんという可愛さ。料理だけじゃなくてイラストも描けるのね。ランチオープン。こちらはピカンテデポノという料理。鶏もも肉のピリ辛の煮込みです。もう一つのランチオープン。こちらはエストファドデチャンチョという料理で、ポークのトマトシチュー。ランチボックスは1050円。ペルー料理の名店の味がお家でも気軽に楽しめるのがいい。店内利用と同じように注文後調理を開始するので、仕上がりまでの時間は少々かかります。売り切れもあるし、あらかじめ電話予約をしておくのがベター。待ち時間もないしおすすめです。さあ、どうだった？ミンミンちゃん、すごくいいね。行ってみたい。でもお高いんでしょ？ディナーはお一人なら5250円から、二人なら一人3680円からと、意外にもリーズナブル。希望を伝えて好みのコースをカスタマイズ。コースは前菜、メイン、サラダとデザート。食材によって品数は変わるけど、4から5品の料理を提供してくれるんだって。それはいいですね。行ってくる。予約してノートに記録してもらおう。で、2回目に行って、ああ、前と同じ料理をとか言うんだ。イッヒ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 。何その笑い方。そうね、でもそれもすごくいいところ。前食べたもので美味しかったけど名前を思い出せないとかあるしね。そんな時も安心だよね。こんな感じで東京うまうま散歩、おすすめの店を紹介していきます。お楽しみに。次回予告。突然ですが、魚食べてますか？次回は予約でいっぱいの大人気の炭火焼きのお弁当、サバの漬けを紹介。うますぎて泣けてきます。お楽しみに。